まあ、そんな過去はともかく未来に進んでいきましょうよ、はい、明日ね20時から、うん、結構キンキンに決まったんだけど、はい、ずっとやってなかったんだよね、うん、CR カップのやつらが来るの、うん、二次会、うん、明日の夜8時から YouTube で何やるのこれ。いやところがさまだ決まってないんだよマジで。いや最初スマブラも上がったんだけど、うん、いやスマブラもちょっとどうですかね、うん、みたいな感じになってエイペックスをやるわけではないんだ。3人までしかできないからな。そうそうそう、だから4人になるから 4人だから、うん、あんまりみんなでやりたいじゃん。このメンバーで何いろんなゲームやってくれるかもしれない、うん、末滝さんがイケメンすぎて興奮。おめっちゃイケメンだったよあのさ、うん、ニュースのさ、うん、はい、あの人加藤シゲアキに似てるよね。ニュースのあの渋い感じわかる。あニュースってそっちか、ジャニーズ系の方か。そう、うん、めっちゃ似てるよね、あのなんか濃い感じのイケメン好きよ、うん、へえ。めっちゃあーって言ってわかるでしょ、うん、ニュース似てるよね、顔似てると思う。え、じゃあイケメン3人に囲まれて、えイケメン3人に囲まれてなんかいろいろやる。そうなのよ、はー、ちょっと頼むぜ。へえ、神戸さんもイケメンしかいないのか今ゲーマーって。まあ、声が良ければ顔もいい。20年遅れて生まれてくれやな。ちぇ、ちょっと時流外したな。まあ20年遅れて出てきたら目が出てないんじゃないか。腐ったもやしみたいになって終わりじゃないか。まあそうなんですけれども。はい。いやーいいなー。やっぱさ、うん、ゲームがさ、はい、超絶うまいやつらって。うん、なんか僕昔から結構尊敬リスペクトしてるんだけど、わかる。そのちょっと人間できてるのはなぜだろうな。なんかやっぱゲームを上手くなる過程で、自己鍛錬の過程であるんだろうな、まあ、自分に厳しいとかちゃんと目標を持ってやるとか基礎ができてる。僕それ20前からその理論提唱したんだよ。だからゲーム上手いやつって人間できてるよねって。でもその時はなんか陰キャのオタクがなんか言ってるなんて一緒に伏されたのよ、その学説。おーおーおー、はい、今なら言える、うん、まあ、ゲームを極めると人間が育つ、うん、はい、と思う。今の人に今なら言えるわ、うん、ちょっと早かったな20年。そうね、20年早かったわ僕の学説。遅れて生まれよかったな。だいだい遅れて生まれたらもうそれは他の人が言ってるからみんな埋もれて終わりよ。そっか、うん、そっか、うん、やむなしか、まあ、とりあえず明日ゲーム楽しみにしてくるわ、うん、そうね。何やるの、パーティーゲームかな、何でもいいな。4人でできるやつだろ、何でもいいね、うん、もうほんと。でも確かにスマブラって他の3人やってなさそうだよね、うん、FPS 系だもんね。うん、さすがにスマブラやると僕強い、強すぎるよ。3対1でも多分勝てるぐらいじゃないか。だよな、不公平だよな。ボンバーマンとかなら、いやでもいやボンバーマンもダメだよ。そうなんだよね、多分実力差ありすぎるよ。そうなんだよな、うん、マリパーいいね。桃鉄とかマリパがいいな。そっち系だったら。そっちだ、そっち行こう。で、この4人のトーク聞きながらできるから、うん、見てる方もいいと思うわ。ちょっとこの放送の後、いや、うん、視聴者に聞いたら、マリパとか桃鉄とか上がったんだけど、うんうん、どうす、言ってみる。マリオカートもいいんじゃないかって。マリオカートいいね。みんなうまそうじゃない、マリオカート。僕ついてきるのマリオカートデラックスぐらいまでだが、みんな8だろう、今。そうだ。8なら、ちょっとやっとかなきゃダメか。うん。いいね。デッドバイデイライトとか4人でいけるよね。あれデッドバイデイライトいいな。1,3,4,4人でいけるよね。あれ5人か、5人だな。あ、まあみんなサバイバー側になるとか。うん、ファミコンのドンキーコング多分ね、知らないと思うんだよね。生まれてないと思うんだよね。年齢的だ。ファミコンのドンキーコング出た時にせめてスイッチだな。この世に生を受けてないから、うん、せめて生まれてから出たゲームでやりたいよな。ドンキーコング2人プレイだよな。うん、そうだな、ドンキーコング。そうだよね、ゴールデンアイも生まれてないんじゃ。一番若いの誰この中で。坂本なわけねえべ。ああ、逆から数えてか。ああ、はい、死ぬまで一番早いやつか。それは間違いないよ。年齢公開してないんだろうきっと。ああ、そっか。神戸さん
何歳だ、いや末崎さんはニュースのしげちゃんに似てるから、うん、結構渋いんで僕は、うん、あ20代後半から30代前半と渋いしげちゃんに似てるから明日からまた1月からほらすごい僕回って金のしげちゃんかっこいいからね、はい、もう惚れ惚れだじゃん日動、うん、俺もまだ楽しんでいきましょうもう一丁わかんねえんだよな俺は申し訳ないけどだ似てるんだって後で調べてあ、まあ、あと神戸さんは明日かうるさいわ止まらなくなるわいや年齢公開してないじゃないか、うんうん、でも20代前半とか そんな感じかな25歳なんだ神戸さんお前そしたら親と子じゃねえかうん15歳差だぞマジかよ江戸一回りしてさらにおううっそー25? 待って待って、じゃって、ニュースのしげちゃんは、僕と同い年くらいなんですよ。うん、37、8だったから、うん。いや、似てるって言っちゃあかんな、若いんだから。いや、でも若くて渋いっていうのは、マジかよ。ステータスになるんじゃないか。あの、顔の渋さ、かっこよさでな。うん。いやー、モテんな。最高じゃない？いや、顔いいやつが、プロゲーマーやんなよ。なんでよ腹立つから剣が二物を与えたみたいになってんじゃんだ かっこいいやつが、うん、うーんまあ世の中不公平だからしょうがないよなほんと不公平だな、うん、そういうもんよいやーくっそーひがみが出てきたなひがまんどこ明日大丈夫か4人揃ってなんだお前25かよとか言わない40だぞなんだよおめかっこいいくせによとか、うん、いやその絡みは嫌だ。そんな悪絡みにしたくない。俺、いや、39だぞって。あがめろ、みたいな。全員敬語使えとか言わないよね。ゲーム上手くて、顔上手くて、絵も上手いんだ。うん、おぉ。なんか声優みたいになってきたな。声優もさ、関係ないよね、顔って実際。うん、最近、顔いい声優さん。みんな顔いいじゃん。うん、多くなってきたね。アイドル声優みたいな。今ぶっちゃけあれじゃないみんなかっこよくなってんじゃないあそれあると思う男も女もかっこよいし可愛く生まれてくるようになったんじゃない、うんうん、淘汰されてそうブスが、うん、僕みたいな遺伝子が残らなくなって骨と豚みたいな遺伝子どんどん削れてってんだよお前は関係ないよそっち淘汰されてきたか、うん、みんなだから僕の時代だったらみんなイケメン、うん、美女みたいなやつが平均値になってきてんのかな、うん今食べるものもいいものあるし身長高くなってきたっていうよねそう医療機器とかもいいのあるからしさ、うん、あと顔のメイク道具もいいのあるじゃんそうだ全部がいいもんだ、うん、なんぼほどこいつらの顔の良さで勝たなきゃあんねん次行こうやいやしょうがないブサイク2人がひがみになってきたから次行こうやひがみ放送だからな今回なまだまだいけるぞ30分以上いけるぞこれでこのままラーメンもいけるってちぇっけちゃんけちゃんけ